それでは講座説明会の方を始めたいと思います担当はレクセ専任講師シャロー氏の大野ですよろしくお願い致しますそれでは2019年の10月向けの年金アドバイザー3級講座のね講座説明会の方をね始めたいと思いますま 僕の方で、えー、講座の方のの、ね、担当もしますので、えーまあ、まずその年あと3級試験、えー、どんな試験なのかとかあと、えーまあ、講座の特徴ですね、まあ、あの受験講座の方の担当しますので、えー、レックの講座の、えー、特徴それから、えーまあ、特に、えーまあ、どういう方に向いてるのかっていうところですよね。 なんとなくこうご関心があって、まあ、この部位をね、えー、見てらっしゃる方もいらっしゃると思いますしネ、うん、アード試験って一体どんな感じなんだろうかとかねで自分に向いてるんやろうかとか、えー、とそういう形で聞いてる方多いと思うんで、まあ、どんな方に向いてるのかっていうところは特に,特に特に特、ね、に向いていないものをやれませんもんね。 自分に向いてるかどうかっていうとこのあは特に感じていただきたい部分かなとそんな感じで思ってます。でそこからいきましょうかねあのどういう方にネアドの産業試験って向いてるのかっていうともう特に特に絶対に向いていると思ってるのがあの社労士の、えー、受験生の方です。 あの時期的にあの10月の検定ですからまあ社労士試験が8月に行われ,行われますのでまあ試験受験が終わったえ直後の方とかで受けていただくこともあるしあとしゃろしの受験勉強を始めたての方がえ年金の辺えちょっと完璧にしたいなって思われてえまあ同時並行で えー、勉強されたりってことこもあるんですけどもあの特に特にまあ特に言い過ぎは言われそうやけど本当に特,に特に特に特に思うんですけどあの社老士の受験される人は受けていただいて、えー、ネアド産級試験ね、えー、目指していただいてプラスになることばっかりじゃないかなと思うんです。というのは まあちょっと社労士の試験そのものの話になるんですけど社労士の試験ってね社労士試験の択一の試験問題って全部で70問あるんですね。で70問あるうちの年金が20問あると国民年金10問厚生年金10問ですから70問中20問って結構比重大きいですからね。 だからその20点ある年金の拝点で年金得意でもう8割9割楽勝ですわみたいな感じになっていただけたらシャロシ事件すごく有利ですだからあの年賀戸を通じて特にあの年金の事例問題の対策がすごくできるんですね。 で最近のあの社労士試験の特徴が事例系の問題が結構出るんですよでなかなかこう対策面が社労士の受験勉強だけだと追っつかない部分が正直ありまして事例系の問題はでその時に年賀戸の勉強とかされてると、えー、特にプレッシャーなく社労士の受験のね社労士受験の年金の事例問題に当たっていただけると。 思ってるんで本当にこれはあのプラスになることしかないんでむちゃくちゃ進めるんですけど、まあ、僕自身社労士の受験講座あの担当もしてますからあの受講生さんにね「えー、絶対これ絵からう受けた方がいいで」って言うんだけども、ね、なんかつ冷たく言われることがあって「えー、し,しんどいです」とか言ってねあのもう。 社,社老子の勉強でいっぱいいっぱいであのも,うも,うもう無理ですとかね言われちゃってで,でもぶっちゃけですね、まあ、無理陣はできないんですけどあの無理していただく価値があるっていうかど,どっちみち年金の勉強でひひひしにやらんとあかんわけですよど,どっちみちねど,どっかで気合い入れてやらんとあかんわけですそれを10月の検定向けで早めに潰しておくと あとは絶対楽ですからまあ絶対やってほしい思ってねあのもうなんか僕だけがなんか必死に「やってくれやってくれ」言って空回ってる可能性はあるんですけどいやまあね空回ってるって思われてるかもしれないんだけどあのやってほしいんですよ本当に。本当にプラ,スプラスになることしかないと思うんですね。社老子の勉強とこう 全く違う要素が入ってくるんだったらおすすめしにくいですけどもまあおすすめできないと思うんですけども問題の形式も五卓のね試験だしシャロシ試験との汎用性がすごくあるというかまあ互換性があるというかあのでそれでいてそのネアド3級の試験がむちゃむちゃ難しいのかっていうと真面目にまあ講座を受けてね真面目にやっていただければ。 十分いい点数も取れるしいい点数取れるとよりモチベーション上がるからねだ,だからやってほしいんですよねあの難しすぎたらあのうまくいかなかったら落ち込みますからねその面でおすすめしにくいんですけど真面目にやると結果がすごく出やすい試験ですから自信もつくしね、えー、やってほしいんですよね。まあ、あの全くくまっででやっていただくこともできるし ある程度こう年金の勉強をかじっててもう苦手感がすごくある人もいると思うんですね。で、時期的にあの社労士試験終わった後とかでえ方針状態になってる方もま相当頑張ってきてね、しんどい状況で試験終わるともう空気抜けるというか、もう燃え尽きてしまったって言ったらいいのか、もうあのー。 もう空っぽになっっぽなてしまったよみたいな状態かもしれないんだけどあのそのまあ空白を埋めていただく位置づけでやってくれる人とかもいるんだけどね、まあ、何も勉強しないっていうのもねこう勉強ずっとそこまでやってきた人はもったいないと思うんで、まあ、その時にすごくあのそういう面でもいい試験かなとはね思ってます正直ね。であの社老子のの、えー、受験生の方向けにちょっと今 ここまで喋ったんだけど、あの全くこうゼロベースの人も本当に歓迎です。あの、まあ社労士のことばっかり僕喋りましたから。えー、社労士って難しいんでしょう。で。えー、社労士とかまで私考えてへんし。なんか、えー、し、し、社労士やる人が受ける試験で。なんか難しそうで嫌やなとか。思われてしまうと、非常に。 まずいんですけどねあの非常に間口の広い試験でネアドの3級の試験であの全くゼロベースでなんとなく関心持ってフラッと勉強、えー、し始めてもらうそういう方にも向いてますこれは。で僕自身こう全くゼロベースの方を意識した講義をしますから、まあ、全く年金のことを初めてで、えー、さっぱり わかりません。やったことがないです。大丈夫ですか？とまあ、大丈夫です。あのまあ、僕の講義を聞いていただければ、あの十分マスターしていただけるかとそう思ってます。まあ、基本年,年金アドバイザーの対策って年金の勉強でしょ。年金の勉強ってこう。要,要はお金の勉強。お,お金の勉強でで事例的なことを結構やる。勉強なんで。 人間の顔が浮かぶ勉強なんですよだからそのなんか無理やり何かを暗記しまくるとかそういう勉強ではなくて、えー、人それぞれのいろんな経歴人生があって、えー、それでその方の年金額が作られていくわけでしょそういうこう人の顔が思い浮かぶ勉強ですので本当に生きたお金の勉強なんであのー、皆さんね、えー お金のことは皆さん好きじゃないですかいやいやお,お金ね私は好きじゃないとか言う人いたらまあそれはそれでねあのまあすごいなと思うんだけど <laughs> 僕はお金好きですからねこのこの人あれなんですけどお金大好きでしょうど,うどう考えてもね。よっぽどお金持ちでお金に一切困ってなくて。 お金でトラブルがあってお金が嫌いとかはなんか複雑な事情の中でそういうことはあるかもしれないけどあの結構お金の話って人間くさい話で普通にごそれをこうなんか暗記の勉強とかなんかマーカーで線引いて覚えて繰り返してでそういうのがちょっともう嫌だとか嫌いだっていうのはよく僕も分かるんですけどね。 まあ人間の顔が浮かんで物語がそれぞれあってお金の話になっていくっていうのはこう想像しやすい話なんで,でそういう面でそういう勉強なんであのぶっちゃけですねだからまあ別に普通に肩の力抜いて普通に講義聞いてさえいただければそれが勉強になっていきますのでもう軽く始めてもらっても全然できる勉強だと思います。やっっててていいくうちにろんなこと分かってきてあの 点数として結果も出てくればすごく励みにもなるし、どんどんできてくるともっともっと勉強したいとかなると思うんですね。でそうなっていくとまあ資材二試験に合格しますし、実際まああの取っ掛か,かりはあのご,ご関心づけで年金のことなんとなく関心があって、えー、なんかいろいろ。 勉強したいなって思ってて思る時にたまたまタイミングよく年賀の3級っていうのがあってやってみたら結構できたっていうのがきっかけでその後あの社労士の勉強して合格された方とかも実際いたりしますのでまあ何か始める取っかかりの勉強としてはすごくあの短期間でできるしねいいんじゃないかなとそう思ってます。であとあの金融機関で とかまあ行政機関とかでえ年金関係の仕事に急に就くようになる方とかもいらっしゃってねで必要に迫られて産休の勉強される方もいるんだけどもまあそれはもう差し迫った必要性があってね勉強していただくわけなんですけど一通りまり年賀度産休でえ年金のことの基本的な理解ができるとまあ基本的なことは大体のことはできるようになりますので。 えまあそ複雑すぎるものはねそれは誰が見ても難しいわけですけどまあ基本的によくありがちな相談事案とかであれば十分ご自身の中で消化もできますし十分あの仕事に行かせるとも思うんでねまあ必要に迫られて年金のこと全然今まで必要もなかったけども今まさに必要が生じてるっていう方はまあ乗っかってもらったらいいんじゃないかなと。 分かりやすすく講義しますんで、ねえー、そういういとこですで、えー、あとね、あのー、3級の試験にどういう方を向いてるのかということで説明し,し,してるんですけども、あのー、時期がまた、えー、先の時期になってくると、あのー、2級講座のご案内とかもするんですね。で、まあ、銀行業務検定試験ということで銀行さんの協会が行っている検定試験でね。で年期の場合 特に受験講座で設定しているのは3級ともう一つは時期がもうちょっと後になると2級の設定とかもあるんです。で10月と、まあ、今回10月の検定向けの説明会なんで3級の講座になるんだけども10月は3級だけなんですけど例年ですね 三月にも検定がありまして、三月の検定は三級ともう一個、二級の試験もあるんですよね。二級の試験になると、レベルがこう格段に上がりまして、というのは、二級試験はねオール記述なんですよ。全部書くんですね、全部書かないといけないんで、計算式から何から何まで、自分で書いて、自分で計算。 えー、していいくようなな感じんんでで結構その面がやっぱハードル高いんですよねで3級の試験は、えー、全部五択で選ぶ試験ですから消去法で消していくうちに答えが出ますので、えー、比較的3級の試験はその面では対応しやすいとで2級試験は全部書くから、えー、その面がしんどいですから3月の検定で、えー、まあ 2級をね、えーまあ、視野に入れてる方もいると思うんだけども 2, 2級向きの方というのは3級合格された方で相当力のある方であったりあと労士試験、えー、合格者であったり社労士合格者の水準の、えー、レベルの方ですかね。社労士合合格されてる方なんかは、まあね、あの2級試験向いてるのかなと。 とは思いますけど、ねまあ社労士合格されててしばらく年金のことがねもう頭から消えちゃってそれでまあ3級から始められる方とかもいらっしゃるけどね基本的な知識を、えー、定着させるという面では3級で、えー、十分じゃないかなと思うんですけども、まあ、資格の核というかよりこう難度の高いところにチャレンジしていただくということで言えば2級なのかなと。 というとこですか、ね、だから社老士の受験生の方なんかに対しては基本的には3級進めてまして2級になると全部核試験ですからあの社老士試験とのこう互換性というか汎用性というかその面でちょっと方向性がずれる感があるんですよね。 2級試験やりましょうって正直ちょっと言いにくくてですねまあ違う筋肉使うみたいな感覚なんでただその3級合格されてて社労支持受験を受験のための勉強もされてて3級はもうすでに通ってるって方も実際いらっしゃるんで,でその場合はそのモチベーションアップのためにっていうことも含めてよりレベルの高い勉強してより力磨きたいっていう,こう前向きな思いでね えー、2級にチャレンジされる方とかもいらっしゃって、まあ、そういう思いでされるのはすごくいいかなと思いますけど、まあ、時間がなかなかね学習時間が取れないとかでこう無理されるとストレスになっちゃうからこう何でもかんでも、えー、もうやり,や,やりなさいやりなさいやりなさいみたいな感じでは2級の場合は言ってはいないんだけどね。 まああの今回はその10月の検定向けですからまあ3級のご案内になるんですけどまた時期が来ましたらえまあえ3月のねえ検定向けの講座,とかも講座とかも例年通りであればまた実施すると思いますのでまあ時期が来ればまたそういう案内もねえすることにはなると思います。だからそののの3級の試験に関して言うととと10月と3月とまあ2回検定がありますので あのう10月の検定にまあ全然スケジュール的に問題がない人は早めにやっといた方がいいとは思います。ただあのお仕事の関係であったりいろいろとこうタイミングが合わない方もいらっしゃると思うんですね。でその場合は、えー、改めてさ3月の検定でっていうのでいいんじゃないかなとそんな感じで思っております。えー、それではあとその まあ試験のその具体的な内容をちょっと言っておこうかなと思いますので画面の方に切り替えます。年金アドバイザーの講座のリーフをちょっと持ってきてるんでまあそれもちょっと見ながら説明の方をねしていきたいと思うんですけどもまああのちょっと見ながらねえいきたいと思います。10月の 27日に試験の方がありましてまあ10月といっても10月のほぼえ終わりになってきますけどね10時から試験開始でえ2時間半の試験です。結構時間長いんですけどねでえ受付期間結構重要で8月の20日からえまあ 申し込み可能になりましてこの9月の10日までって書いてますわね。月の10日まで「着で,で23時30分」って書いてるのは最近はあれなんですよこうホームページからあのインターネットで お申し込み可能なんですねでクレジット決済とかで、まあ、ネットショッピングする感じで、えー、お申し込みとかができますから、まあ、そういう形であれば、えー、インターネットを通じてギギギギリのギリギリリ、まあのがあんまりギリギリはね、えー、パソコンの回線が急につながらなくなったとか笑えない話でねでね11時ぐらいから急に回線つながらなくなって。 気いからまあ早めには、まあ、ネットで申し込むにしても早めにお申し込みした方がいいあのたまにやっぱいらっしゃるんですよあの9月の10日でこう覚えてたつもりが1週間勘違いし実はして覚えてしまっててでまだいけるわ思って申し込もうと思ったら終わってましたみたいなね。で講座で勉強してるのに 受験できないみたいな、もう想像するのも恐ろしい状況をね。それを避けたいですから、まあ,あのとにかく早めに、まあその願書の申し込みね、試験の申し込みは早めにお願いしますということです。まあ,あのホームページからお申し込みされるのが一番やりやすいとは思いますけどね。あの主催者が出している あの問題集がありましてでこれはあの使用教材にもなってるんですけどねあの講座申し込まれると教材式こう込みで皆さんにお渡しする形になると思うんですけどもあの受験講座で使う主催者が発行してるあの過去問集的な教材問題集がありましてで主催者が出してる教材に願書がついてたり しますしまあホームページで願書のダウンロードとかもできるとは思うんですけどもあの紙ベースで郵送でお申し込みされる場合とかはこれは必着になりますので郵送で願書を出す場合はねえだからまあとにかく早めにやらないととされるのが一番 簡単だとは思いますね。あのホームページのアドレスもついてますので、まあ参考にしていただけるといいと思いますし、あの銀行業務検定であの検索かけてもらったらすぐ出てくると思いますので、まあそれで、えー、そこから入っていただければというふうにもね思っております。で、三、えー、級の試験ってね、全部で五十問あるんですよ。全部五択の問題で、基本の問題三十問で。 事例の問題が二十問なんですよ。三十問,問、二十問でまあ合計で全部で五十問あるとそういう感じなんです。で基本の問題っていうのは本当に基本ベースで、えー、まあ割とまあ簡単といえば簡単だと思います。あの非保険者のいろは、非、えー、保険者の基本ね基本出したり。 老齢障害遺族の年金の給付のね支給要件のものすごく基本的なことを聞いたりで割とまあ普通の感じですで30問の基本の問題があってであとの20問が事例の問題なんですこれがすごい重要だと思います。で事例の問題がいかに こなせるののかが真の実力だと思っておりまして、で、まあレックの講座を受けていただくことのメリットとしてはこの事例問題すらすら解けるようになっていただくことを特に目指してますから基本の問題こう歯,歯食いしばって,食いしばしばってねで過去問、えー、もうガリ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 繰り返してある程度取れるようになるで苦痛だとは思いますけどね。 で苦痛だけ残ってで事例問題はほとんど、えー、当て物みたいになって結果的に6割は合,格で合格しました、まあ合格すること自体はすごくいいんですけど今言ったような感じだから基本の問題はまあ多少落とされても事例の問題がスラスラできる形があって結果としてそれなりにいい点数が取れる形にそれでなると。 それはまあ理想的かなと思います暗記して無理やりねこう頭入れたって忘れちゃうでしょ。で特にあの社労士の受験と並行されるような方はいくらねこう瞬間的に点数取られても結局はすぐ忘れてしまう知識ですとだとあんまりこう時間かけたメリットが少ないと思うんですよ。で、えー きちんと理解をして、事例的なものの対応がしっかりできて、年金の考え方がちゃんと頭に備わって、忘れない理解の知識として残っていく。これがあの一番あのいいことなんでね。まあ講義を講座を受けていただくということはそこを目指してるんで、もうつけ焼きばのもうマニュアセの知識ではなくて、ずっと残っていくあのー。 皆さんの本当の年金の、えー、知識というかね、えー、力にしていただく勉強だと思ってます。まあそれが講座を受けていただくことの狙いというかメリットかなというふうにね思っております。一応そういうところね。で、えー、まあだいたい今言ったような感じで思っておいてもらって、で合格基準は6割以上ですけど、まあ真面目に講座で勉強していただいて。 普通にやってれば特段ここは気にならなくなると思います。まあ六割と言わずね、こう七割でも八割でもまあもとやね取れるだけ、うん、それは本当にうまくいきゃ九割だって夢じゃないですからね。まあ一定数取ってほしいなっていうのはすごく思ってることですね。一応そういうところです。まあ今言ったような感じで、えー、まあちょっと試験のイメージをね。えー ができてくれればいいかなという感じなんですけどね。で、えー、どんな方に向いてるのか、それからまあ試験そのもののこう内容そのものね、お話ししましたんで、あとあの講座の内容をちょっとお伝えしたいなと思います。まあ受験講座、えー、検討されている方もいらっしゃると思いますので、で講座の内容なんですけど、ちょっと画面の方に移しますけども。 まあ合格講座で産休講座でパッケージでえーこうコースでえーお申し込みともできるんですけど年金の仕組み講座っていうのが1回あの設定してましてこれは1時間半の本当に短い講座でウェブ受講の方のみのご対応なんですけども全くあのゼロベースで。 全く何もないところから勉強を始められる場合に基礎的なところは繰り返し聞いていただく方がいいかなと思って2階建て年金の仕組みとか年金の歴史のごく基本的なところを1時間半で講義させてもらうとこれである程度こう漢字をつかんで合格講座6回2時間半6回の講義でこれで本格的に勉強です。 まあ年金の仕組み講座でしゃべる内容と、えー、合格講座の1回目の最初の方にしゃべる内容は重複はしてくるんですけどね、えー、まあ,あの全く初めて勉強される人は、えー、重複して基礎的なところをやってもらう効果は大きいと思うんで、まあ、それで仕組み講座の設定もさせてもらってると一応そういうところです。で、まあ、6回の合格講座で、えー、まあ試験にあの受かるための 知識を完璧に備えてもらってで合格講座でね力完璧に備えてもらってであと「産休等連っていうのがありましてこれはですねあの本試験は基本の問題30問で事例問題20問で合計50問なんですけどあの本試験のボリュームの50問の 問題一遍にやっていただくとなると結構あのまだねこう固まりきってないとりあえず頭入れた段階で50問いきなり解くっていうのはちょっとハードル高かったりしますから本試験の50問のボリュームを2分割しまして基本の問題15問事例問題10問これをまあ2セットですよね。えーまあ、本試験ののの半半分分ボリュームを半分の時間で えー、あららかじめ、まあ、あの解いてもらうと問題解説のこれ講義でね問題自体は僕の方で、えー、作成させてもらうんだけども「当蓮」って書いてますけども、えー、講座自体は解説講,講義の部分のみ行うことになりますので、まあ、皆さんはあらかじめご自宅とかで問題を時間計って解いといてもらってでそれで解説講義に臨んでいただくと。 そういうい形ですねこれは産級トー連の講座ということでまあここまでのすべてがパッケージになっている産級合格パックですね非常におすすめのまあ講座ということになりますと一応そういうところです。であとはですねあの教材についてなんですけどちょっと画面,画面切り替えますけども。 教材は全部ね受講料中入っててお申し込みしていただきますと、まあ、皆さんの方に教材をね、えー、お渡しする形にはなると思うんだけどもまあ送付する形かなと思うんだけどねあのまず主催者が出してる問題集が教材意識の中にありまして2019年10月受験用問題解説集っていうことでこれは試験の主催者が出してる あの問題集でまあ過去問集の位置付けだと思ってもらったらいいとで、えー、これねあの本屋さん行くとだいたいその時期が来るとあの本屋さん大き大きい書店さん行くとあの販売されてるんですよねで本屋さんで買っちゃうとねこうそこそこの金額しますんでね本屋さんで、えー、こう購入して手に入れてでこう レックの講座申し込まれてで送られてきた本見たらかぶってるやんみたいな話になってね「ああ俺のお金私のお金 <laughs> <あ>の <laughs> 返してくれ」みたいな感じになるのは避けたいですから口座の方をお申し込みされる方はあの本屋さんで決してご購入されないようにねえもうあのレックの方からえこの教材自体え皆さんに、えー 送付す講座ちょっと講座は今回見送って自力で勉強されるという方はまあ本屋さんでね購入されて、えーまあ、勉強していただくということになると思うんだけどね講座利用される方は含まれてますんで合格パックに含まれていますというとこなんでね一応そういうとこです。ご指定のご住所にお届けしますということね。 であと主催者が出している問題集の教材があってでこれはあとは、えー、ご自身の復習用教材というかね、えー、自宅学習用教材として過去問集の位置づけになりますのでまあ講座で取り上げる部分というのは直近の事例問題ばっかりですから、まあ、それ以外の,その基本問題の対策とかで えまあ過去問集の位置づけで練習用に特に活用していただくとそういう位置づけになるとであとは特にあのインプット教材でこれはあの僕自身がえ制作する教材なんですけど講義のテキストとえまあ,あと図解のレジュメ的な資料ですね図解の資料と講義のテキストをレックの方でえご用意するというか。 まあこちらはオリジナルで作成しておするとでこのリーフに一応こう出てはいるんだけども、まあ、字がちょっと見づらいと思いますので、えー、去年出した、まあ、去年というかあれですよねあの2019年の3月向けで出した教材の一部をちょっと抜粋して、えー、僕は作成してる関係上、えー、教材のデータとかありますのでちょっと 見本を見てもらおうと思って持ってきたんですよね。あの講義テキストのまあ教材の一部なんですけど、こういうこう図,図,図表が結構入ってるテキストなんですよ。例的にいろいろ入れたりとかもしててですね、こういう雰囲気こういうか感じで G ばっかりで見づらいとかそういうことはないんで、A、的に見た目に 頭に直感的に入っていく教材になってます。こういうのでインプット講義をしていきます。であと、えー、事例問題の対策で、えー、図解をふんだんに使いますので図解の資料ですけどねこういう感じでまあ過去問の解説するときに図解入れてでこういう図を使って書き込みながらやり方問題の解き方とかを、えー 画面通じててお話をしていくと視覚に目に訴える、まあ、講義をしますので、まあ、あのウェブとか DVD D とか、ね、こう通信で受けていただく方がすごくもともと多い講座でしたからあの非常に見た目に分かりやすいものをっていうのは講座をやり始めた時からずっとね一貫してやってることで。 まあちょっとこういう雰囲気でえしっかりねこう目で見て学んでいくみたいなね感じですのでまあとにかく分かりやすく講義しますので,で教材もあの見やすい教材にしてますのでまあそういう面でもすごく期待していただきたいですよね。で事例をいっぱいやるから事例的な思考力つけていただいて社ゃろの受験なんかにすごく役立つし。 まあ事例そのものがマスターできれば年野動産休試験はまあ合格ラインすれすれとかそんなレベルではなくて余裕でいい点数で取っていただけるものと思ってますんでねそういうところを目指しておりますと一応そういうところです。でえあとそうですねあのー 電卓をやっぱ使う試験なんですよ、ね、でまあ僕は普段使ってる電卓ちょっと今持ってきてて、まあ、手に入るこういうまあ普通の電卓はあの講座受講の時も準備ししてておいてしいほです講座のこう最初の方とかは特に電卓をまだパチパチいっぱい使うってほどではないんですけど、まあ、常に手元に置いといてもらったらなんかご自身で気になった時とかにもパチパチあの計算したりできますしね。 まあ常に傍らにおいて、えー、講義を受けていただいて、えー、で問題解く時とかは特に使用しますんでねふ、まあ、普段使ってるものがあればそういうものでもいいしあのちっちゃい携帯型の電卓はダメとは言わないんですけどこう多少打ちにくかったりしますし打ちミスをしたりしますから、まあ、適当なものがなければ電気屋さんとか行ってですね、まあ、これぐらいの。 え普通の電卓これぐらいの大きさのね普通の電卓をえ用意しといてもらえればいいかなと思いますま。試験場にもねえ電卓も持っていって電卓使ってえ計算したりとかはあ,のありますからまあぶっちゃけその電卓忘れる人いないと思うんだけどその3級の試験で電卓を試験場に,に持っていくのを忘れても消去法で消してるうちに答えが出ますから。 な,なんだかんんとかでででででききるすすけどねあ,のー、あんまりでも、ね、おすすめできないですよ、ね、じゃあ自分の、まあ、意思でね、えー、電卓使って計算できるとかもうそんな生ちょろいことはしたくないと、えー、より負荷をかけてその中で結果を出すとかねいやそ,そういう意図があって、えー、電卓は俺にはいらないとか言ってやるのはなんかす、まあ、ありかなと思うんですけどふつ普通はそこまでね <laughs> あの強烈なことを言う人はいなくて、えー、電卓使えるんだから電卓使ってくださいって話なんですけどねで3級なら忘れてもまたねこうやりはあるんですけど3級はとにもかくにもその五卓なんでそこは割と良心的なんですただあの忘れないでくださいねあの意図を持って電卓使わないっていう主義ならそれは ご自身の自由だとは思うんだけどね一応そういうところです。であとはですねその辺のこともお話しいたしましてあの通信の携帯で受講される方は例年多いんですけどあの東京と大阪は生講義も受けていただける環境はありまして、まあ、リーフの最後の方に入っとるんですけど。 まあ東京の方はですね水道橋本校で早川先生担当いたしましてで梅田の駅前は私あの大野が担当しますのでえまあ9月に生講義のねスケジュールそれぞれありますので梅田で僕は担当するやつは課金で夜の講義にはなるんですけどね一応あのえ割とこう ね、こう通学しやすい環境にある方とかで、えー、ぜひとも通学で勉強したいっていう人にはね、まあ、スケジュールが、えーまあ、このスケジュールに限定されちゃう分はありますけどね、えー、対応はしてますよということです。まあう通学がねこう梅田と梅田と水道橋とやってますけども、まあ、遠方なるとさすがにですから。 まあ遠方の方とかは基本的に通信の携帯でご受講ということになると思いますけど、まあ、通信の携帯生講義の携帯どちらで受けられても、えー、良質のね分かりやすい講義を提供しますんでね、えー、画面通じて自宅でウェブで受講する方とか最近はすごくレックの講座全般でウェブの携帯で受ける方とかすごく増えてる気はしますけどね通信の環境がまあ昔に比べると格段にいいですから。 まあ綺麗な映像で回線のスピードも速いですしまあ何よりもねえあのどこでも受けれるみたいなね自宅で受けれるっていうのはすごくこう遠方の方とかすごくねメリットだったりもしますしまあそれにちゃんと合う講義というかあの図とかいっぱい画面に示してやるような講座のやり方なんでえまあ通信だから え内容がね生講義よりもよろしくないとかそういうこと絶対ないんで、まあ、生講義に関して言うとこう生講義の臨場感っていうのがどうしてもありますし、うん、こうスケジュール決めて学校来てそれが小児やってる方も、まあ、結構いらっしゃいますからね、えー、まあ梅田と水道橋でここでちょっとあのもうここの場所であればっていうところなんですけどね。ま、えー、まあ、まあ 生講義も、えー、ねこう開けてますよっていう感じなんでよまあ一とありお話をしましたけどもまずあの自分に向いてるのがどうかっていうところは最優先に考えていただいてで社ゃろやってる人はぜひともちょっと検討 していただきたいというか絶対やってほしいんだけどね僕,僕自身はねまだ絡まってるって言われるかもしれないんだけど本当にやってやってほしいんですよプラスしかないから本当にでなんとなくあのフラッとねこうこの V 見てもらってなんかあの軽い気持ちでやってみようかなっていうの全然 OK です、えー、そんなにロングランで勉強する あれでもなくて、も集中して短期間やってもらったら十分身につきますので、えー、まあ結構楽しい勉強なんでね、えー、やってほしいと思いますしね。まああの金融機関、うん、等で必要に迫られてるか方も今必要なわけですから、えー、分かる講義をしますんで、えー、ぜひともぜひともやってほしいし、でとこですね。ちょっとそういうとこです。まああのあとはまあ口座をつ 利用するか利用しないかはちょっとご検討されている部分だと思うんですけど事例問題をいかにこう理解してこう克服して点数を上げていくかというところがテーマですから本当にテーマだと思ってるんですよだからえ事例系の対応で完璧を求めている方は是非ともあの講座の方のね活用をご検討してもらいたいなとそんな感じで思ってます。 でまあ、講座をおもしろいされるとしたらということなんですけど、まあ、合格パックでパッケージになってるやつとかもあるしもうおすすめなんだけどもその教,材教材がね主催者が出してる問題集を込みになってるから本屋さんで買っちゃうとあれれってことになっちゃうからねその辺ご注意いただく。で電卓はまあ手にあったやつで まあ、あのちっちゃすぎる電卓は避けた方がいいかなというところですかね一応そういうところです。それとあとはもうあの最初の話に戻るんですけど結局講座云々の手前にあの試験そのものの願書の申し込みをしないといけませんからじ時期が間違うと悲惨なことになるんで、えー、そこはね、えー 絶絶絶対絶対絶対注意してていいたただきたいと思ってます一応そういういところです、まああの短い時間の中ではありましたけどねだいたい皆さんにお伝えしたいことはお伝えできたかなという感じなんであとはまあいろいろご検討いただいてよろしければまたねあの講座の方でお会いしたいなとそんな感じで思っております。 それでは今回の講座説明会はこれで終了いたします皆さんどうもありがとうございました